町田ゼルビア本気でヴェルディに喧嘩を売る。超検討してほしいです。はい。まあ、昨日ね、ちょっと動画を出したのが、町田ゼルビアのその補強戦略がすごいと、めちゃくちゃ理にかなっていて合理性の塊だみたいな話を動画出したんですけれども、まあ、それが前編という形でね、今回はね、ちょっと後編というか、東京ヴェルディ側からの視点で今回のバスケスバイロン電撃移籍事件、電撃強奪事件っていうのを、読んでみようかなと、思っています。まあ、かなり LINE ニュースにも上がってたぐらいですから、かなりね、めちゃくちゃこう湧いてると思うんですよ。かなり、話題性あると。で、今回3つの視点からちょっと読んでみようかなと。まずバスケスバイロン側の視点、本人の視点ですよね。で、サポーター側からの視点、そしてクラブやチーム側からの視点、まあヴェルディ側のチームヴェルディのチームからの視点ということで、話をしていこうじゃないかと、思います。何があったのかっていうのを結構全部網羅できるようになってると思うんで、まあ気になる方はぜひね、拡散とかお願いします。はい。じゃあまずね、バスケスバイロン、本人の、視点からの話ですけれども、まず彼はツイッターで、公式、まあ、あとヴェルディの公式でもね、まあ、声明ちゃんと出しましたね。それはちゃんといいなって、思いました。じゃあどんなことを言ったかというと、まあ、本当この決断は本当に悩み悩んで自分でした決断ですと。自分でしたと。そうですね。まあ、誰かに決められたものではないと。で、もちろん、ヴェルディに関わる方々にとっては、理解しがたい、あり得ない決断だと思うのは当然だと思われる。思います。批判されるのも分かった上での決断でした。ただ、移籍することになった理由なんですけども、僕を育ててくれた黒田監督の下でやりたいという思いと、恩師の下で、自分の目標や夢に向かって頑張っていきたいという思い、この時期にオファーをいただけたことっていうのも、一つの縁やタイミングだと思って、この決断に至ったと。だからその、まあ、ちゃんとこの黒田監督のもとやりたいっていう思いがあったし、町田ゼルビアで成功したいっていう思いがあったからの移籍だって話なんですよね。で、東京ヴェルディに関わる皆さんにとっては今後応援していただけるかわかりませんが、こんな無理だよ。東京ヴェルディは、僕にとっての初めての J クリエクラブでしたということで、まあ一応ヴェルディに対しての感謝、サポーターに関しての感謝を述べているということなんですが、まあね、俺がすげえまず思ったのはね、T シャツ可愛いね。めちゃくちゃ可愛い T シャツ着てますよね。なんか、真面目な話すげえしてんのに、そっちに目が行ってしまうと言いますか。まあ、涙こらえながらね、話されてたんで、まあ、結構本音なんだろうなって思ったりするけど、まあ、バスケス本人も、まあ、覚悟の上っていう感じの移籍にはなってます。あと、もしかしたらね、これね、ヴェルディに対してもお金は入りたいから、入ってるわけですから、確実に。シーズン途中の移籍金なんでね、契約解除金とか絶対かかってくるんで、まあ、そこのお金の部分で、ヴェルディの会社としては実は儲かってはいるというのが本音なんじゃないかなとは思います。次、サポーターからの視点ですね。まあ、これはね、まあ、ツイッターの反応を、いろいろ洗ってみたのよ。バスケスバイロンのその、さっきのツイートですよね。声明出したツイートに対しての反論っていうか、その、コメントがかなり来ていたと。まあ、ポジティブな意見と、ネガティブな意見が半々ぐらいだったっていうのは結構俺としては意外でね、面白かった。まあ、応援してますとか、いう話もありましたし、ね、赤いラインはね、全部応援のメッセージだね、結構ありましたね。これもエンタメですよね、と。で、プロテストへの決断なんで、これからも応援します、みたいな話を言ってる人もいると。で、逆に、まあ、全然応援できねえと、おそらく史上最大の裏切り移籍だと。いう話もあるし、もう正直ドン引きしたみたいな。もう本当にね、間違ってるんじゃないかみたいな。応援できるわけねえだろみたいなね。裏切り者みたいな話もありましたし。あとはもうタイミングひどくねみたいな。ヴェルディっていうのはあなたにとってそれの程度の決断だったんですかみたいな話もありました。もうさようならと。応援するわけねえだろみたいな話で。まあ、かなり冷たい言葉を浴びせてる感じですよね。はい。もう二度とは俺の目の前に出るなみたいな話もありますね。まあ、それはね、当然だよね。俺だったら絶対切れてるもんね。俺がもしヴェルディファンだったら、ヴェルディのサポーターだったらどう思うかなちょっと考えたけど、やっぱブチ切れると思うわ。許せねえよな。何があってさ、やっぱ相手が相手っていう、まあ、同じ東京のね、マジダゼルビアっていうのもあるけど、タイミングですよね。まず決戦の3日前っていうのもありますし、今さ、ヴェルディ2位なんで、もうめちゃくちゃ十分にこの昇格狙えるタイミングではあるの中で、その1位に移籍するっていうのが、またまたこれはちょっとやばいですよね。で、これさ、中位以下でね、ヴェルディが例えば中位以下に落ちていて、まあ、ちょっと今年もね、ちょっと昇格が難しいかもな、みたいな感じなのであればわかるんだけど、それだったらさ、まあ、選手のね、選手生命のこと考えたら、まあまあ理解はできるんですけどね。まあでも、ね、やってることはね、別に一緒なんですけどね、ヴェルディが中位にいようが、2位にいようが、
いるのが別に一緒なんだけど、タイミングがやばすぎるって話ですよね。もう俺がサポーターだったらね、やっぱね、次バスケサイロン見たら、まあ、例えばスタジアムでコールされたりとかしたら、もうアナウンス中でも大ブーイングするけどなって思いましたけどね。はい。で、最後は3つ目は、まあ、クラブやったりとか、スチームやったりとかっていうからの視点からということで、ちょっと考えていきたいと思うんですが、まずね、ちょっと俺が思ったのはね、もうメディアのリークが事前にほぼほぼなかったんじゃないかなと思うんですよ。うん、だとしたら、まあ、相当急に決まった移籍だったのか、もしくは完璧に情報をね、統制していたかということで、まあ、相当ね、手が込んでますよね。どちらにしてもね。あと、なぜこのタイミングなのかっていうのはすごく気になるところ。まあ、今週末試合があるということで、しかも東京、国立決戦ですからね、ものすごく盛り上がるし、まあ、初の試みですからね、ちょっと、かなり注目度、そもそも高かったのに、みたいなのもあったしね。あと、一応ね、登録期間中がね、なんですよ、まだ。登録期間がね、新しく J リーグにチームが登録できる、選手登録できるっていうのが7月21日から始まるっていうことがありますので、まあ実質そこまで、ゼルビアで多分公式戦に出ることは多分できないと思うんですよ。だったはず。ちょっともし抜け道とかあったら教えてください。多分無理だと思うんですけど、一応ね、ヴェルディの選手として出場することは事実上はできるということになっているんですが、まあ、出せないよね。こんな状況でね。多分出ないでしょうね。まあ、これから確定でいなくなる選手をやっぱ出してさ、じゃあ今いる選手たちの気持ちどう思うっていう話だと思うしね、バスケスが、その本人が正常なメンタルでプレイできるとも俺は思わんし、まあ、本人もぶっちゃけ出たくないと思ってると思うし、あとはね、チームメイトもまあ何人か切れてる選手いると思うわ。多分仲いい選手何人かいてさ、そことまあ事前に話し合ってたりとかしたと思うんだけど、はぁみたいになってると思うよ、どちらにせよ。今町田に行くのみたいな感じだと思うわ。あと、上福さんはどうなんですかね。上福さんはどこまでこう知らされたのかっていう。まあ、さすがに全く知らされてないっていうのはないと思うし、事前にいろいろあったと思うけど、まあ、それでも、はぁ、みたいな感じだよね。きっと多分切れてんじゃねえかな、と思う。まあ、チームとしてもすごく痛いだろうし、実際に痛いだろうし、だってがっつり主力でしたから22試合出てますから。ね。あと、ゼルビアとしてはね、このタイミングでのリリースっていうのは、もう完全にこう、ヴェルディに喧嘩を売ってしまってますよね。で、これね、やっぱね、俺はね、ちょっとね、ゼルビアとしてちょっと握手打ったんじゃないかなと俺は思ってて、逆にこのおかげでね、ヴェルディ側のモチベーション上がったかなと思うのよ。だからこれでさ、燃えない奴いなくない。ただでさえさ、国立決戦で、1位対2位の直接対決っていうのが結構盛り上がってたはずなのにさ、それをさ、まあ、ヴェルディの選手たちの同業を狙ったのか、まあ、もしがこれが戦略的なものだとするならば、それだとしたら、もしくはたまたまなのか、もう知れんけど。でもそんなことしてさ、得ないじゃん。今のリリースのタイミングで得するのは誰もいないですけど、まあ、若干こう、ヴェルディ側の、ヴェルディのチームの選手たちがモチベーション上がるかもな、みたいな、ぐらいかな。ショックにはならんとは思うけどな。まあ、でも、今発表する必要がね、ないのよ。だって、登録期間まだ先なんですから、そこまでギリギリまで待てばいいし、なんならこの試合終わった後でも全然遅くなかったと思うから。で、お互いね、発表は待ちませんかみたいな感じで口を合わせとけばいいのに、ここに投下したってことは、で、同じ時間ですよ。全く同じ時間だった、昨日のリリース。ヴェルディが1分早かった。13時30分。そして、ゼルビアが1分後の13時31分にリリースしていたと思うんですが、まあまあ、単純にね、国立対戦を盛り上げたかった説が高いでしょうね。このタイミングね。なんか YouTuber みたいなことやりますね。二人ともね。まあでもまあ、ヴェルディとしては金をもらっているわけですから。ヴェルディがこれでさ、新しい選手獲得したりとか、もしくは補強せずに昇格したら、これはまあ盛り上がるよね。もう歴史上稀に見る、もうすごい昇格だったと、言ってもいいんじゃないかなと思います。っていう感じで、まあ今回の事件の、まあ全容は前編と後編合わせてこんな感じになっていますが、まあなんせ週末の試合めちゃくちゃ興味湧きましたし、まあ、多分確実に荒れますよね。なんか、多分ね、ヴェルディがボールを持って、ゼルビアがプレッシングかけてみたいな感じになると思うんだけど、ヴェルビアは本当に球際厳しく来るチームなんで、多分試合めちゃくちゃ荒れると思うわ。死人が出なきゃいいけどな。はい。以上ご視聴いただきましてありがとうございました。多分動画すると思いますけど、まあめちゃくちゃ楽しみです。チャオバイバイ。